奥方様、もう少しにござりまするぞ。奥方様、お気を確かに、もう少しにござりまする。大吾様か。この地獄堂へ入られたということは、神仏を捨てこの鬼神たちにもはやお止めすることはできますまいが、もう一度だけ言うておきましょう。大吾様、御仏の道を外れるは下道、下道にあるは人にあらず。踏み出せばこの先あなた様を待っているのはただ地獄。商人殿、地獄とはこの世のことよ。そなたらが日がない一日拝んでいた御仏の道などどこにもありはせぬ。ではどうあっても、知れたこと。ありがたき、これで救われまする。仰せの通り、今の世は地獄。日々祈りは虚しゅうなり、いずれ我がうちに御仏への疑いが生まれるやもと、その前に死ぬるは何より。大吾様、鬼神に近づいてはなりませぬ。生きながら下道に落ちては。もう落ちておる。十二の鬼神に言う。我が名は大吾景光、加賀の国守護職富樫正親様の配下にしてこの石川領領主である。度重なる飢饉と流行り病によって我が領土も民も死を待つばかりに痩せ衰えた。このままでは生涯の望み、我が名を天下に轟かせることなど夢のまた夢なり。だが神仏にすがろうとは思わぬ。これから申すこともそなたらへの祈りではない、取引である。もし我が領土を守護し我に天下を握らせるならば、それより他に我が手に入るものをやろう。よいか、何でもだ。そなたたちの好きなものを取るがいい。返答やいかに。いかがした？殿、生まれたのか？それが。なんだ、はっきりいたせ。殿、生まれました。男の子にございます。お方様。
四つにか。出かけたぞ、奥。殿、お待ちを。何事が起こったのか。死んではおりませぬが、手足どころか目も鼻も皮膚もなくなってしまいました。手に入るものをやろう。何でもだ。そなたたちの好きなものを取るがいい。殿、私は儚く愛おしいと思いました。どのような姿であろうとも、間違いなく殿と私の子にございます。かなったぞ。これで我が望みはかなった。殿、鬼神が取引に落ちたのだ。案ずることはない。よくぞ産んでくれた。どうするのです、その子を。どこへ。待って。忘れよ。あれは初めからいなかったのだ。いいえ、いいえ、奥方様、まだ起き上がってはなりませぬ。殿、おじいよ、あの子。奥、あれではどうせ長くは生きられぬ。ならばなおのこと、我が胸で。いい加減にいたせ。赤子はまた生まれよ。いや、産んでもらわなくてはならん。天下の世継ぎとなろうからな。先ほど雷が落ちた時に弾け飛んで、サンバが何かの身代わりではないかと。身代わり。それでも踊りたかった。眠れないから情熱の日はいつしかいつの日にか鼻から気づいている。炎はいつか消える。で、何もいらないはずだった。なのにまだ I'm soDay go no maki. Nan no in da kashira nu ga, kore de wa ikiteru hou ga jigoku daro te. Sa, ano yo de hotoke sama ni hirotte omurai.なんだろうかね、こんなことは慣れっこのはずだが。お前、生きたいのか。お前さんの運次第だ。
悪さの匂いだ。腰でもない。何やら因果な匂いだね。加賀国境にある大吾景光の領地が度重なる飢饉を乗り越え繁栄の一途をたどり始めたこの日、鳴き声さえ上げられぬ小さな命の塊が人知れず消えていったことを領民の誰一人知る者はなかった。この頃戦は常にどこかで起こり、人の命は石ころのように転がっていた。車輪法脈前南市前四人、もしお前様が近頃仏に失った手足をつけて弔っているというお医者か、樹海とか申される。まことにご奇特な。いや、ただ試作したものを捨てるよりはと思っただけのこと。それでも仏は喜びましょう。門説阿弥陀仏修人よ、さあとっくり見てってくれ。どれもこれも都の牧場品だよ。ほら、この着物は貴族のお姫様が着ていた本物の絹。お姉さん触ってみなって。おっと、この壺はなんとあのヤマタノオロチの坂亀だ。他じゃ手に入らない掘り出し物ばかり。安くしとくよ。買ってくれたらこの干し魚もおまけでつけちゃう。さあ早いもん勝ちだ。キュ見つけたぜドロロ。こいつは俺たちが運んでいたもんだな。どこにそんな証拠があんだよ。やかましい。腹減って死にそうだってから荷物番に雇ってやるや。これだ。聞けばあちこちで似たようなことやらかしてるそうじゃねえか。大した玉だぞ。見つけたら懲らしめてくれって頼まれちまった。はこのご時世子供だからって油断する方が間抜けなんだ。勉強になったら。ああ、だからもう手加減はしねえ。大人と同じ仕置きを受けてもらうぜ。待てこのガキ。お前らみたいな薄野郎に捕まるかよ。立ち上がれ。すいませんね。ほらぼーっとしてないでちゃんとお礼言いな。母ちゃん今日お祭り。何言ってんの、こないだ終わったばっかだろ。だってあの兄ちゃんお面つけてた。ああ、くそ、どこ行きやがった。うわっ、なんだ。うわっ、くそ、うわふんだ。そいつでつら洗って出直してきな。もう勘弁ならねえ。面白かったけど、あの荷物は残念だったな。上物だったのに。また次の間抜けを狙うか。なんだお前、おっかちゃんとはぐれたのか。腹減ってんのか。しょうがねえな。いやダメだ、お前はこれから一人で生きてかなきゃなんねんだ。
甘やかしちゃお前のためになんねん。人に頼らず自分で取ってくるんだ。ダメダメ、お前のために言ってんだからな。あっ、もう逃がさねえぜドロロ。おい、そいつを離せ、離せよ。こいつはお前のか。だったらお前の代わりに痛い目見てもらおうか。やめろ。じゃあおとなしくしな。これで懲りたろ。二度と悪さすんじゃねえぞ。このガキ、当たったねえのか。もういい。おい、さっさとこの町から出ていけよ。いいな。やだ、オイラは誰の指図も受けねえ。どこにいようとオイラの勝手だ。そんなに死にてえか。望み通りにしてやる。おい、そこのむしろ持ってこい。砂切りしてやる。はいよ。おい、何やってんだ、早くしろ。親方、なんか気味悪いやつが。なんだ、あの顔、人形みてえだ。目ん玉のだよ、どこ見てんだか。確かに気味悪い。おい兄ちゃん、なんか文句あんのか。俺たちがガキいじめてると思ったら大間違いだぜ。いじめられたのはこっちだ。おい、聞こえてんのか。ま、やんのか兄ちゃん。違う、あいつが見てんの多分俺たちじゃねえよ。あ、あの目。俺たち通り越して後ろを。なんだよ、後ろなんか誰もいねえよ。なんで、ゴミが流れてきただけじゃねえか。なんだ。食われちまった。まあ、あんたのその顔、目も耳も作りもんだよな。なんで周りがあかんだ。でもその耳じゃ聞こえないんだろうけどさ。ダメだ、おいら目を閉じたら怖くて一歩も歩けねえ。なのに兄ちゃんは杖もなしに走ったり飛んだり。一体どうなってんだよ。え、なんだよ、どうしたんだよ。怪我したのか。Thank you.
まさか。山端を仕留めてまいりました。精がつきますぞ。この多宝丸が調理いたしまする。それは楽しみな。あの日もこんな雨だった。坊や。百鬼丸。顔が、なんだ、どうなってんだよ。あんた、なんなんだ。人間なのかよ。風に散らばり吹き溜まって影になる僕らの足音。